はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書6章テスト対策やっていきます。で、今回この3問ですね。で、1行目に次の確率求めなさいっていうのを忘れてしまったので書いてないんですけど、この全部ね、この3行分の確率をそれぞれ求める問題だと思ってやってみてください。で、やってもらってちょっとね、分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は上と下が大小2つ、まあ、サイコロ2個の問題で、最後が3個になってます。で、2番と3番は後ろの部分が全く同じっていう、ちょっとね、似たような問題はと並べてるんですけど、まず1番からいきますが、サイコロ2個、まあ、これはすごく出てくる。で、確率っていうのはパターンというか、バリエーションがいくつか決まっていて、例えばサイコロ、まあ、一番出てくるのサイコロですね。サイコロが一番出てくる。あとはコインとか色玉、赤玉白玉みたいな色玉の問題とか、あとはまあカードとかいろいろあるんですけど、で、それぞれまあやり方が大体決まっているので、もしサイコロ苦手だなとかコインが苦手だなっていう方は、この動画の一番最後に本編の再生リスト載っけておきます。そこに、サイコロ編とかコイン編っていうのが一個一個分かれてますので、その動画でちょっとね、復習してみてください。で、まず今回大事なのは、確率っていうのは何とか分の何とかですよね。で、下の部分っていうのは、普通は樹形図を書いて全部で何通りかを調べるんですよ。でも、サイコロはその必要がなくって、2個の場合は、サイコロ1個が6だからさ。だから 6×6 で36なんです。これ分母ね。だから絶対36分のほにゃらなの。で、今回は一応3個もあるので、それも書いておくと、3個なると6を3回かけます。だから216っていう分母がね。で、これはまず覚えておきましょう。で、それの上で一応樹形図。まあ自分はね、樹形図でやっちゃうんですけど、多分表でやる人とかもいると思うんだけどね。で、樹形図をサイコロ全部書こうと思ったら、1から6本枝出す。2から6本枝出すっていうかなりの量になっちゃう。で、時間取られちゃうので、全部は書きません。どうやっていくかっていうと、今サイコロ2個投げますと。で、ごめんね。出る目の数の積、つまりかけたものね。かけたものの答えが3の倍数になる確率を求めたい。だから、まあ、いつも通りね、樹形図、まあ、左側中丸つけちゃうんで、癖で丸つけますけど、片方1って決めました。そしたら、何が出れば、かけたものが3の倍数になるかなって考えるの。で、1×1 って1だから3の倍数じゃないじゃん。3の倍数って、まあ、3、6、9、12、15、20、10っていう。これ3の倍数でしょ。だから、最初に出てくるのは、1×3 ですよね。これ答え3だから。で、OK。で、4もダメ、5もダメ、あと 1×6 から。これ OK ですよっていう。だからこんな感じで書いていきます。当てはまるのだけ書いていくの。樹形図、サイコロはね。で、次、2の時。2、1が2、2、2が4、2、3が6、2、4が8、2、5、10、2、6、12っていうね。で、3の倍数になるには、3か6を使わないとならないので、まあ、そこをね、意識すると楽かなと。だから、次3の時は、もうこれ3の段じゃん。3、1が3、3、2が6って絶対になるじゃん、3の倍数。だから全部なるっていう。で、全部ね、書いてもいいんですけど、前言ったね、6、まあ、6通りまで俺書かないけど、なんか6みたいな書き方をしちゃいますけどね。自分がやるときには。書くのめんどくさいんでね。で、次4。の時も、C1 が4、2が8と、まあ、3と6を意識すればいいから、4、3、12と、46ですね。24で OK。で、5の時。これも同じですね。3の時と6の時。あとはならないからね。で、6の時、6の倍数、6、1が6、6、2、12、6、3、18って、それ全部6の倍数になって、3の倍数になるので、これも6通りですね。こんな感じ。ってなって完成したから、あとは数えるだけ。1、2、3、4。で、これ10だね、全部ね。10が2個分って考えればいいから20だと。で、分母は36ってもう決まってるので、下かけかな、いけない。だから答えは36分の20。で、確率はね、絶対に忘れないよね、約分をね。で、これは4でいけるか。ってなるので、答えは9分の5。これで終了となります。
いいかな。で、次です。で、2番、3番ワード並べてるんですが、もうこの2つの問題のポイントはこいつです。少なくとも、1個、ほにゃららっていう。これね、よく出てくるんですわ、この問題。で、2番だったら、まあ、ちょっとやっちゃいましょうかね、まずね。2番はね、正面突破で解けるんですけど、3番きついっていうパターン。で、まあ大小2個なんで同じ条件でサイコロを投げましたと。その時に少なくとも1個偶数の目が出る確率。この少なくとも1個っていうのは、最低1個出てねっていう。つまり、偶数が1個でもいいし、偶数が2個でも構わないの。いい。0個はダメ。最低1個は出てくれと、偶数が。で、その確率を調べます。で、偶数っていうのは2、4、6ですよね。で、この場合だったら、そのまま樹形図書いても OK です。まずそれで解きます、一回。だから、まあ一応固定しますよね。で、こっちは偶数が出てないので、もう一個偶数出なきゃいけないから、これは、2、4、6になる。で、2の時は、こっちがもう偶数一個出てるから、右側がね、もう一個のやつが何が出ようとも OK なわけ。偶数が一個でも二個でもいいからさ。だから、これは6通り。まあ、この書き方しましょうか、6通りね。で、3の時。こっちが奇数だから、こっちが偶数じゃないといけないので、こうなる。まあ、なんとなくね、もう見えてきますね。こっちが偶数なんで、これはもう6通りいけると。で、5の時は、こっちが奇数なんで、2、4、6だと。で、6の時は、こっちが奇数じゃねえ、偶数になってるから、6通り全部いけると。ちょっとマークわかりにくくてごめんね。ってなってるから、1、2、3、足して9ですね。で、数えててもいいけど、9がま3個分あるんで、草27通りです。少なくとも1個偶数が出てるのはね、27通り。だから、答えとしては、36分の、いや、下書くか。ちょっと待ってね。用意しなかった。どこに行こうかな。こ。うん、こっちでいっか。36分の27。これ9で約分できるんで、答え4分の3と。これで終了となります。で、ワード5000引いてやってきたんですけど、この少なくとも1個っていうやつは、ちょっとね、ある解き方が決まってて、で、3番はそれを使わないとちょっときつい。相当時間かければ解けますけど、3番。で、何かっていうと、少なくとも、一個、まあ、一つね。一つ、ほにゃららになる確率をこう出せって言われたときは、基本的に1マイナスほにゃららっていう解き方をします。1マイナスほにゃらら。で、何をほにゃ引くかっていうと、1から、すべてそこの丸ね。2、おっと。ならないっていう、これを引くっていうね、まあ、決まりというか解き方があるんです。つまり何かっていうと、少なくとも1個偶数ってありますよね。で、1っていうのは確率は全体で1ね。全部で1だから。だから、全部の確率からあるものを引きたいと。で、少なくとも1個偶数だから、1個か2個偶数だったらいい。じゃあ、全部起こるものから何を引けば、少なくとも1個偶数が出るかっていうと、すべて偶数にならないものを引けばいいの。そしたら偶数ないじゃん。あ、偶数がないものは取れてるからさ。で、すべて偶数にならないって今何かっていうと、数には偶数と奇数しかないから、すべて、奇数が出るものを引けばいいと。いいね。すべて偶数にならないっていうのはすべて奇数が出るってことだから。だから、奇数だけが出るものを数えればいい。そうすると、ちょっとこれ長かったごめんね。樹形図書くと、すべて奇数ね。両方奇数だよ。両方奇数だから、111315、これ両方奇数でしょ。で、2の時っていうのは、もうこっちで偶数出てるからありえないと。で、3の時も同じく、111315。4の時ダメだもんね。で、5の時も同じ。51か。515355。で、6の時はこっちが偶数だからありえないっていうんで、両方奇数っていうのは、123456789個しかない。9個。で、今、その確率っていうのは、分母は36変わんないから、36分の9なわけ。で、これ約分すると4分の1なのね。汚くてごめんね。4分の1。で、1から4分の1引いたら4分の3でしょ。だから、OK っていう。
で、書いてる樹形図も圧倒的に楽なんだよね、こちらが。まあ、2個だとね、そこまで変わんないんだけど、でもこの少なくとも1個、ほにゃららになるっていうのは、1からすべてほにゃららにならないっていうのを引けばいいんだっていうのを覚えておいてください。ただ何度も言うように、この2番ぐらいの問題だったら普通に解けるから、数えてもね。だから全然構わないんだけど、一応、まあ、3番がね、テストとかに出てくる可能性がある。あんまりサイコロ3個って中学校で出てこないんですけど、自分も自分の生徒で、今まで見たことあるの、多分1、2回かな、先生出したことあるの見たの。あ、出してるっていうね、印象はありましたけど。で、これを、まず第一主張3個なんで、分母が216。つまり216通りあるの。樹形全部書こうとすると。で、少なくとも1個偶数っていうのは、偶数が1個でも2個でも3個でもいいわけ。で、それを全部書こうと思ったら果てしないんだよね。いや、無理だと。だからこっちでやるしかない。この時は。すべて偶数にならない。つまり、全部奇数になる時の樹形図数えようぜって。いい。すべて奇数ね。だから、1からまず始めるでしょ。で、次、さっきと同じでね、偶数出ちゃダメだから、こうなるしかないわけ。1、3、5。で、今、これ1個目。1個目、2個目、3個目が必要だから、3個目も同じように、1、3、5だよね。奇数だったらいいからさ。ここも同じ。1、3、5。で、1、ごめん、1、3、5だね。これしかないと。で、さっきと同じで、最初に2を出したいってなっても、これ偶数だからもう絶対ダメなわけ。じゃあダメだと。で、同じように4も6もダメだよね。最初偶数スタートだから。で、3の時、同じように書いていってもいいんですけど、3の時も結局、1、3、5でしょ。で、同じように1、3、5って出るから上と同じなんだよね。数としては。で、5の時も同じです、全く。だから、1の時を書いて、1、2、3、4、5、6、7、8、9通り、それが3の時も9通り、5の時も9通りだから全部で苦算27通りなんだよね。全部で。つまり、ここ計算入れていくと、1から分母216ね。こっちね。216分の27通り。これすべて奇数の時を引けばいいんだって。こうやってください。いいかな。で、これまず9で約分しようか。9でやると苦算27で、9に18、9、36。あ、まだいけんだね。27で割れたのか。こうか。8分の1になります。8分の1。で、1引く8分の1。1は8分の8と一緒だから、8分の8引く8分の1して、答え、8分の7と。これで終了となります。いいかな？なので、一応今回サイコロ特集で、まあ、で、テスト対策やらせてもらったんですけど、まあ、サイコロ2個の時の分母36と、まあ、こっちも一応覚えてほしい。216は覚えてください。ミスしがちなところは、6たす6で12を分母ってミスるときはたまにあります。そこ気をつけてください。で、樹形図を書くときは全部書くのではなくって、樹形図でね、やる場合は、該当するもの、当てはまるものだけ書く。で、数えていく。で、少なくとも1個っていうのは、まあ、このパターンだったらね、普通に書いていってもいいんですけど、一応、少なくとも1個ほにゃららになる。少なくとも1個偶数になる確率って言われたら、1からすべて偶数にならない確率をやると。で、すべて偶数にならないっていうのは、今すべて奇数と同じことだから、それで計算すればいいんだというのをね、ぜひ覚えておいてもらえたらと思います。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。